お便りをいただいてます。はい。えっと偽善ネームえー、っとケチャップの母さん。はい、ケチャップの母。ケチャップの母ね。四十代女性の方ですね。四十、うん、代でもうケチャップの母や。さすがまあ母というだけあって、うん、はい。まあ、女性ですよ。はい。もうあと年上なんじゃないですか。ケチャップの母は。うね、そうですか。いやまあでもケチャップの母としては、うん、その割と長いんじゃないケチャップはだいぶ昔からありましたよ。あそういう意味で取ってるってこと？ ケチャップあるんですかケチャップの海みのってことああ海みのというか育てのかわかんないですけど、うん、ケチャップの母で<ー>、うん、いや育ては誰も育ててないのケチャップはケチャップを作って <laughs> まあまあいいですよ、はい、はい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 まあまあ、まあ、40代女性のケチャップの母と、まあ、名乗ってもおっしゃあないよはい ってことです、ね、うんでもその場合もあると思うんでね、はいはい。20の20プロからお世話になっております40代女ケチャップの母と申します至急でご相談させてくださいはい先日バレンタインデーの翌々日に、えー、と2が16ってことよねえー、と、はい、我が家の郵便受けに一つ小さなお菓子のパッケージが入っていましたパッケージはい小学生の息子にバレンタインチョコを渡しそびれてそびれた子が入れてくれたのかなと思ってよく見たのですが はい、入れていったこの名前が分からず困惑してしまいました名前が書いてなかった、はい、ってことなんですね、うん、明らかに息子宛てだとは思うので変なものではないと思いつつもこのご時世なので毎日眺めているだけで食べてはいません、うん、ああ渡したんですかねこのお子さんにはまあ明らかに息子宛てっていうことだから、うん、そうなんでしょうね心当たりがあるとすれば 毎年我が家までバレンタインチョコを届けに来てくれる息子の同級生が今年は来てないのでもしかするとその子かもしれませんだいぶそいつっぽいけどい、ね、あそうやね多分そいつやろうけどね、うん、その子っぽいけどね息子にその同級生に郵便受けに入れてったか聞いてねと頼んだものの「うん、あ12歳の思春期男子は一向に聞く気がなく差し出し人不明のまま」。 なるほどな。まあまあ聞かない、うん、そ,うそういう人もいるもんね12歳やねんないててねはいはいはい、うん、なるほど数年前にお聞きしていたその子のママの LINE にもしかして「くださいました」と聞いたものの、うん、未読のままま週間が経過しましたあ<ー> <laughs> なるほどねそのママさんはそうやね、うん、まあだから、うん、<laughs> そのママさんは心身の不調が多いと聞いていたので仕方ないのかもしれませんが、うん、困ってしまいました その子だという確信がない今は、ま、こちらからもホワイトデイにそっと郵便受けにお返しして良いものでしょうか。お二人や偽善者の皆様にご意見をいただけました。うん、幸いです。これからもお二人を応援いたしております。とのことですね。<laughs> なるほど。はい。なるほど,ど。どうしたらいいねんっていうことな。どうしたらいいねんですか。ということなんですね。どうしたらいいねん。いや、ケチャップの母からすると。ケチャップの母ですか、うんその 母の母ケチャップの母がやることとやらないことはやらなくていいことがあると思ってるんですけどもしかしたらそれ何かわからないからこのご時世食べるのやめときと子供に対してねそこを止めるのは母として親としてのまあやるべきことだとは思うんですよねまあそれ人によると思うんです人によるっていうのは食べそんなもん食べなさいっていう親もいるかもしれないけどまあ分かんないけどその。 食べんよっていうのはいいと思うんですけどそっからの誰が自分にくれたのかとかまあ言うたらこれってまあ男の子のものなわけじゃないですかもらったのは少なくとも母ではないわけやんかおそらくその子供がもらったものだとこの家の男性がもらったものだろうね多分ねそう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 やなそっちの方が高い確率やねまあ逆に言うとこれは。 子供がやることやからそもそもホワイトデーに返すかどうかも子供がやることでそれはもう今年齢分かってる小学校6年生なわけでしょ12歳で。ってなってくると親がどうこう言うことじゃないんじゃないかなと思いますけどこっから先に関しては子供が確認をしてちゃんと返すべきなのかその考えみたいなことは子供に言ってもいいかもしれんけどもしそうやったら返さなきゃいけないんじゃないみたいな確認してでもみたいなことやし。 ど僕はそうですね母親が、えー、とどうのこうのすることでもないと思いますし、えー、とそして、えー、と息子側も、えー、とどうのこうのすることでもないような気もしますね、うん、これってあの名前を書いてなくて、えー、と入れてるっていうことではあるとは思うんでそれはミスではないと思うんですよそれってあの伏せて入れたっていうことやと思うんですよね。うんうん その伏せて入れたっていうのはもう本当に自分のためでしかないとは思うんですよその行動っていうのは。うん、相手のためというよりは、まあ、自分の気持ち的にちょっとその渡しておきたいっていうことででもばれたくないっていうところもあってっていうことやとは思うんですよね。で、うん、えっといつものこうかどうかもわからんところやとは思うからもうそれに対してはもう返さないっていうことでもいいんかなとは思うんですよ。うんうんまあ、こっっちから探すっていう だからまあ向こうが伏せてやってることですからえっとそれに対してお返しが欲しいとかえっとその決まり事みたいなことではないと思うんですよこの年齢の伏せてまでチョコレート渡したいっていうのがえっとあのチョコレート渡したんだからホワイトであるでしょって奴うやつの考えのやることじゃないからこれはえっと本当にそっとしとくっていうのが俺は一番いいんじゃないかなと思いますよ。 まあその考え方もあるやろうし、うんうん、その相手まあお返しがどうこうというよりはもうそのくれたという気持ちに対してねあのしっかりとこう返したいという性格であればまあ探してでもちゃんと返したいんだっていう人もいると思うんですよね。まあそういう人もいるでしょうね。うん、うんうん。だからまあそこはその子供の性格次第な気がしますけど、ね。あまあこの状況を見てたら大丈夫かなと思ってねこのあの、うん、子供の性格はだいぶ。 だいぶもうこのままで永遠感がちょっとあるかなとは思ったんですけど。ま、あ一個に聞く気がなく差し出し人不明のままっていうことですから。ま、あそれも、まま目線やからさ。本人がさ、どういう、水面なのか。水面下で、めちゃめちゃ探しておくと。実はめっちゃ気にしててさ。誰や。誰や、誰や。かもしれないから。誰、私は誰やっん。何やんか消しゴム落たよ。お前かわざわざ消しゴム落としたこと言ってくれるってことはお前か。 こいつかもしれない。<laughs> 聞くか、どうするか <laughs>。っていうことになってるかもしらんか。疑心暗鬼になってるかもしれないんで。そうか、そうか。だいぶ忙しい男だな。い、うん、忙しいですよ、やっぱり。あまあ、十二歳というとね、本当に、まあ、好きな人もできるだろうし、うん、まあ、割とその思いっていうのは。結構真剣なものではあるだろうから、うん、まあ、その、あんまりこう、ね、探るもんでもないような気もするかなという。ところもあるんですけどね。うん、まあ、本人がね、どうするかじゃないですか。ね。そうですね。まあ、本人次第ですね。 いやそれはもうでもだってねあのー、<laughs> この「気にしい」に渡したんだからそれも仕方ない探り,探り続けるよってことになるもんなそんなもんなそれはまあそうやねその場合はなうん、うん、もうだからそんな性格によるところやろうなそこはなそうやなうんそうやなでもケチャップの母がすることはでもほんまもう何一つないかなっていうふうには思うねんなだから相手が分からんのだったらまあ一応食べない方がいいんじゃないかっていうことは言ってい わまあでもそれ以外はそのまあ教え次第よねその人のだ息子に対して言うことはあれど、うん、外部に対してそのママに行ったりとか、うん、探したりとかそっちをやることではないと、うんうんうん、まあなあだからまあ,、うん、あ特にないなあって感じが本当にまあまあするよなああまあまあ、うん、だからまあ本当とにあのお気にせずっていう感じがすんねんけどなあママはねママね うん、母はねうん、うん、っていうまあだからケチャップの、うん、ケチャップ自身がどうするかはま,あまた別やと思うけどさまあどうするかを聞いたりとか促すっていうぐらいはいいと思うんですけどね、うん、まあそこまでやろうな、うん、まあだからケチャップに対してな、うんうん、そうやねまあぐらいがっていうところか、うん、まあねだからそんなにあんまりこう何も考えずというかまあ本当にミスして名前を

っていうよりはなんかまあくれた人が知りたいっていうのはまあ性格的にある人はあるんじゃない12歳やったらあああるやろうね、うん、だからケチャップ自身はあるかもしれんなとは思うけどなだからケチャップ自身は教えてもらえるのは絶対是が非でも教えてもらうやろうけどな、うん、そうだね、うん、まあそれをだから大っぴらにするのは 年齢的に恥ずかしいずでも恥ずかしくて動きが取れないっていう年齢ではあるよな、うん、この年って、ね、あの男子の方もそうやし、うん、まあだから女子、あのー、私た側も、えーとまあ、名前を書いてないっていうところで、うん、あのそうだろうしなんかすげえシャイあ,、まあだから意図的であればね名前を書いいてなシャイで身動きが取れないみたいな年齢ではあるよな。 まあ意図的であれ、うん、まあ意図的じゃないにしろえっ、ー、とまあでも本当に名前を書いてないならばっていう、うん、もうでもあの意図的じゃなかった意図的やった場合にじゃあ意図的じゃなかった場合もうんまあまあちょっとかわいせやけどしゃあない気もするようなそれって特に何もなかった場合。<laughs> それはしょうがないけど、うん、まあそのしょうがないけど、まあ、もらった方の気持ちとしてえっ、ー、とまあ相手がもしかしたら書き忘れちゃったんかもしれないなって思う。 子もいるやろうからしょうがないしょうがないじゃないって言ったらしょうがないんだけども書いてないんやからさ <laughs> わからんっていうのはさまあ、まあ、でもそれでも、うん、あのなんだろうな誰か知りたいというかまあもしかしたらそのいつもくれてた子の可能性は結構高いからその子がくれたかくれてないかぐらいはまあなんか聞きたいなとは思うけどね、うん。まあそこだけはね、うん、確認だって 毎年ねなんか家に来てくれてたっていうのもなんかその子もなんかねわざわざってことやもんねうんわざわざってことやろもうそれもうん毎年ってことで言うとねそうやなうんその思いがなんかちょっと変化もするやんちょうどね変化するだからいろんな関係性もあるやろうしねそのうんんかその上で変わったことな気もする とというところが可能性が高いように思えるんだよな、うん、12歳っていう年齢で、うん、そうですね、うん、考えるとね、うん、<coughs> っていうそうやな多分<ー>、うん、まあこれはでもさ対外的なことで言うとその何だろうな母まあでも男女でちょっと違うかもしれないし時代も違うかもしれないですけど自分の時代やった時に小6でさ 親が同級生に LINE で、うんえっと、もしかしてチョコレートくれましたみたいなことやり取りしてることがバレた時に、うん、ちょっと男としてはクラスでの面目は保てなくなるけどなややめてくれととは思ううころやろうなそれが広まった時にはああお前おか母親そんな <laughs> ああっていう感じになっちゃうというかその一<あ>しになりたいという年頃な気はするやんなるべくその母の。 いやまあそうやねあの分、うん、人格は、えっと、そのはっきり分かれてますよ感というのは出したいところやろうね、まあ、12歳っていうの、まあ、は,はねだからまあ息子に対していろいろアドバイスするのはいいと思うんですけど実際探すことをお母さんがやるのをもちょっとだけこう様子様子というかなんか難しいところやなと思いますけどね特にこれ以上は、うん、あそうやな。 もうでもここまでギリギリ、もう割と、そうやね。うん、もう,あのー、もうここがギリギリじゃここまでじゃだからほんまチキンレースやったらほんまギリギリのところまで、うん、あの車突っ走らした感じするけどな、もう海、海もうちょっとっていうところまで車走った感じしますよね、うん。そうやね。はい。うん、いや、かなりの根性やったんじゃないかな、このケチャップの母も。 いや、チキンレースで。考えたいや、チキンレースでその後落ちていくのは息子の方やからね、その。もちろんもちろん、そうやと思うけど、<laughs> 息子を前に刺して、ボンネットに乗せて、<laughs> なかなか走ったんじゃないかなとは思うけどな、そのつもりあんのかな。ああ <laughs> だってこれで郵便券にさ、お母さんが返そうとしてんねんで。それも月レースで落ちてるやろ。それは落ちてるよ、絶対に。そうなるとな。いや、だからチキンレースで、だからもう、もうワンアクセル踏むかどうかっていうところやったいや、踏んだいや、絶対踏んだら。まああかんよ、ギリギリやねんから。楽器の。うん、だからもう、そこで、まあ、あの、目指してるから。前はもう、前出てねんから。十分頑張ったやろ。まあ、それはだからそうやねん。だからほんますごいところまで行くよって思ってるまだ行こうとしてるまだ行こうとしてるけど、まあだからそこは、まあ、ここで。 っていう感じはあるよな。まあ、ここでもう一回ブレーキ踏んだわけやから、うん、こ,こまあブレーキでいいかなという気はしますけどね<う>マジでうんかなーそうね,ねまあ息子がやるべきことやからなこっから先は本当。だからそのいつもくれてる人がいるんやからさ、うん、そこの確認するかどうかっていうのはうん、うん、なんかする方が数字は通ってる気するけどね僕は、うん、まあ もう本人が理解してればいいよあ絶対あいつはもう今年くれないはずやっていうのがいいう、うん、なんとなく分かりそうなもんやけどなそやな,なんかこう名前伏せた意味も、うん、えと息子は分かってるかもしらんしな、うん、あそうかもねもちろんね、うん、絶対その,その可能性もあるね、うん、そこの人間関係のこうやり取り微妙なニュアンスとかっていうのは本人たち同士が一番分かってるところやろうから、うん、それで、えーとまあ、名前を書いてないっていうところは息子はめちゃめちゃ察してるやろうし、うん、その思いを母に説明するわけにはいかんっていうのもあるやろうしな まあでもそれやったら食うてるよなあ食うてるな、ね、それやったらほんまや食うてる食うてるうん、うん、絶対食うてるわだからそうじゃないのかもしれへんしまあまあでもうん、うん、そうやな小6、うん、って微妙でこうまだなんだろう異性に興味ない人もいるもんねうんうん 半々ぐらいのイメージだけどなどなななうううんろねそや自分の小6の時考えたらそうやねあの周りか見たらまあ半々ぐらいやったな確かに小6は、うん、まあなんか小学校によるんやろうけどなちょっと早い小学校は、うん、えとうち中学が小学校2つ合同でっていう中学やったんですけどあの向こう側の小学校は7割ぐらいは興味持ちやってる感じしたなちょっとまのまぜぜい、はい、せ勢がいてちょっとそれに押されてたってのあったな。 圧圧倒された圧倒さされれたた。お <laughs> 一つ素直になってやがるこいつら俺らよりすげえ素直じゃん自分の思いに <laughs> なるほどねーって思いながら見てたよ何かまあ<ー>仲間付き合ったりとかその感じもあるからさいつまで俺はその別に女が別に女にどう見られようとみたいな感じで。うん なんかいてんねんみたいな <laughs> すごい素直でいいじゃんこいつらみたいなねがあったな <laughs> そうだねああ5年生6年生ぐらいで早い人はああいそっちにこう移行する感じのイメージあるよそうやねそう、うん、で素直さからそれをやってるのにも圧倒的強者と弱者になるからねやっぱそれはその青春において。<laughs> い 圧倒的強者に見えたよ素直なやつらまあ成果が出ないからね弱者は全然成果出えへんからだからまあそうやねやっぱりこう態度も不損になっていくしな実は素直側の方がねそれあの素直じゃない側に対してねまあまあだからちょっとね素直になるに越したことはないなと思いましたよあの時に。だかかからそれが歳歳とと まじでちょっとそれぐらいの年齢やったなっていう気はするんですけど、うん、でまあ今やからまあちょっと違うかなとは思うんですけど、うん、その微妙に年齢の感じも、そのそれが訪れる年齢の感じもね、うん、ね違,う違うやろうなとは思うんですけど、うんうん、まあまあなんか自分の時で思い出したらっていう感じはね、ちょっとそのするなというか、十二歳のこの男子はね、<laughs> あまあそうやな。ああ だからもう素直になれよっていうとこやろうね。そうやね。だからそうやね。ケチャップ。ケチャップ素直になれようやろうけよな。うん、まあケチャップはでもなかなか素直にはならんよ。だからまあえっ、ー、とケチャップの相手、まああのまあいつもくれてる子なのか、まあ新しい相手なのかわかんないけど、うん、まあその人は素直になってる感じはするような。すごいな。そうやな。うん、だからあれじゃない。この聞き方的にさ、ああ郵便受けに入れた手とか聞いてねっていう感じじゃなくて。うん 郵便券入れてたから聞いた方がいいんじゃないのみたいな方がいい気がするけどね、うん、その早くこう,うん、うん、だ,だろうな、うん、精神年齢をこう上げるためにはそれはそうやろうけどケチャップ試練でかすぎるよ、うん、それ最初のあのそう,か、ね、そうじゃなかった場合どうすんのそれもうケチャップ赤面よケチャップ顔になって帰っていくしかないやろもうその日はあ違った時違ったはいや入れてないよって言われたらだからそれこそ聞いてねではないや、うん、聞いてねで聞いておい 違うって言われたやんけ、恥かいたやんけっていうなるのはさ、ケチャップ、ち連携やな。家帰ってきてすぎる。聞いた方がいいんちゃうみたいなこと言ったら自分なりに考えて聞くか聞かないかも含めて、でも恥ずかしい、それで違った家やから聞かへんわっていうのもあるかもしれへんどっかで自己責任やろうけどな、そこは。まあでも聞かん方を取るやろうな、でもやっぱりこれはリスクがでかすぎるわ。聞くのは聞くのは、違うってなった時の。 しかもそうやのに違うって言われる可能性もあるからなまあね面と向かって聞かれたねそうそうだから、うんうん、名前書いてない人やからそういう可能性のが高いからだからそれはもうケチャップきついやろうけどなその試練それこそこの時代にできることとしたらさ、うん、まあ ケチャップがさ、まあ、携帯持ってるか知らないけどさ、X とかやってたらね、やってたら、インスタとかやってたらさ、まあ、写真撮って、まあ、素敵なチョコレートもらいましたみたいな、名前がなくて、返せませんみたいな、誰か心当たりある方は DM くださいとか言って、書いときゃさ、めっちゃ大人びた定型文みたいなできるやん、ケチャップ、急に。いや、だからできる側の小学校やった SNS だったらめっちゃ大人やん、ケチャップ。誰、別に聞かねえよ。 って感じや <laughs> まあまあでもその手段は取れるな確かに SNS やったらねそれやったらなんかこう<ー>向こうからのアプローチ待ちやからはいはいそうやねまあまあまあ、うん、素敵なチョコレートをもらいましたケチャップ大人やなそれまあまあまあ,あめっちゃ足長いやんケチャップびっくりしたまあでもそう一歩ね<ー>早くこう 進んでおく方が中学校行ってすごい世界変わりうん、うん、変わるじゃないですか。変わるね。いやそんなやつおらんかったよなかなかそこまでし。<laughs> 素敵なチョコレートをもらいました。<laughs> <ん> <laughs> ハンカチ渡してくれるやろそいつ。手洗ってる子を見つけたら。<laughs> 手洗ってるの。<laughs> そうだ、ね、ハンカチ貸そうか、うん、っていう感じするけどな。<laughs> うん、ケチャップすげえな大人よそれは。 もしそれができたらね。うんうん、まあでも確かに今の時代にはめっちゃ沿ってる方法やし、まあ、その文面じゃなかったケチャップらしい文面でもその方法でちょっとその真相に近づくことはできるようになっ<ー>、ね、もうちょっとぶっきらぼうなねもうちょいぶっきらぼうに誰だよ、うん、まあうまかったけどぐらいのね感じでねうん<何>、うん、まあだから言ってくれよなぐらいの感じでの文面でもいけるもんなうん,うん、うんうん、そうやねこれケチャップ残しだうん、うん そうやなまあまあそれよりちょっと真相に近づいていくのもいいかもしらんけどなケチャップもケチャップはねそうねうんそうねいや <laughs> まあどうするんやろ <laughs> まあケチャップがホンケチャップの母がというよりはケチャップがどうするかっていうだけやと思うからそうですねでもですとそうですねで、えっと、今やってる判断もうほってるっていうのもまあ一つ全然、あのー、俺は その相手に悪いことやとも思わないし、うん、あの無記名で送ってきた相手っていうことに対して、まあ、気持ちを汲んでるっていうところでもなっていうから、ね、あのだからまあそうやなその判断もあるのかなとは思うけどなこのままねだからケチャップの母も別に気にせずにっていう気はするところやなうん、うん、まあいろいろ考えた上でその判断にしていればいいと思うけどね めちゃくちゃゃく考えてるやろ、多分これ、チョコレートこのもらっらャッたら。であればね。でもまれに本当に何も考えてないやついるやんかああその全然まだこのそういう男女に興味なさすぎて12歳でもああああマジでゲームに本当に没頭してたりとかあああ一生このままやと思ってるやついるやんかああ一生俺は女子とはかからずにああゲームこそ <laughs> 未来 <laughs> みたいな。 そういうやつもいるからさあとで遅れたスタートを切るだけそうやな遅れたスタートそうやなコントローラー置く時期が来るんやろうけそれもなそれだ大体それを否定したくないからコントローラー持ちながら走ってるけどそうやなコントローラー持ちながら走ってまたダッシュが遅れんねんなまた余計になねえああ はいまあ、ケチャップどういうタイプかわからんけど、まあ、ちょっとね、はい、まあアドバイスするのは良さそうですけどね確かにそうですね自分の意見というかねぐらい余裕でね、はいはい、ということで,でいいと思います、はい、そうですね、はい、えっと皆さんのねコメントとか、まあえっと、体験だとかあれば教えて頂ければと思います、はい コメント欄の方でね。はいはい、で、えっと、この偽善の時間ではお便りを募集しております。えっ、ー、と、今出てるメールアドレスの方に、えっ、ー、と、偽善ネーム、名前と、大体の年齢と、えっ、ー、と、性別等を書いてお送りいただければと思います。うんはい、はい。で、支給の場合とか、えっ、ー、と、期限がある場合、今回みたいには、えっ、ー、と、まあ、それ、県名の方に書いといていただければ、それまでに、えっ、ー、と、まあ、読めればなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はいではでは でしたはい、ごちそうさまでした。